はいどうも、なおちんです。さあ今日もオクトパストラベラー2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ皆さん、このゲームで最強の技って何だと思いますか？全部の技を使ってみて、一つだけあからさまに破壊力が違うやつがあるんですよね。それが、ウェポンマスターのこれ、斧の技、獅子狩りですね。敵単体に斧でダメージを与えて、さらに斧で大ダメージを与える、敵の弱点の、発見されている数が多いほど威力が増加するってやつなんですけども、これだけ破壊力があからさまに違うんですよ。まあ、とりあえず光につけておりますので、どんな感じなのかちょっと見ていきましょう。エクストラステージのボスで試しますね。まあ、大体の、技って一番ダメージがあったとしても、99,999 じゃないですか。うん、まあ、それ以上ってなかなかいかないんですけども、この UO の斧はいっちゃうんだよね。頭がおかしいんだよな。とりあえず防御していこうかな。で、BB を貯めましょう。 OK で、弱点が多く出てれば出てるほどダメージは上がるんですよ。多分ね、1個出るごとに 10% ぐらいダメージが増えるのかな。でも、増やさなくともめちゃくちゃ強いです。いきます。頭がおかしいよね。おお、18万だよ、18万。こんな技なかなかないよ。うん、でさらに言うと、光の底力で、自分が一番最後にもう一度動ける技ってあるじゃない。あれを使うのもいいし、この新刊のエルフリックを使って2回攻撃にしてやる、まあ、それでもとんでもないダメージになりますよね。いや本当にね、とにかく意味がわからないぐらい、強いですね。ではボスの真の姿の方にもダメージを与えていきましょうか。 HP を回復しとかないと火力はめちゃくちゃ出ないんだよね。いいか、何もせずにいいか。これで物理防御ダウンだけ入れてあげればいいでしょう。 OK で、2使ってこれでいきましょうか。でもう一度攻撃できるので最後に、斧の技っていう感じでいきましょうかね。弱点は全部出てます。これでも強いんだけどねこれも強いんだけど、この後に使うこっちですよね。はいはい、これ異常でしょ。はい、ということで戻ってきました。今日はですね、ウェポンマスターの斧の技、獅子狩りを使ってみました。これだけ破壊力が、ダントツ高いです。うん、まあ、99,999 出せるのは他にもあるんだけども、2連続で出せるのはこれぐらいだと思います。とんでもないよね。んで、光のステータスですけども、こういう感じです。物理攻撃力が678、これに武器を装備すると、999のカンストするっていう感じですね。これ他のキャラクターで使っても強いんじゃないかな。でも攻撃力カンストするやつってあんまりいないので、どうなんでしょうね。はい、まあ、とにかく光のウェポンマスター斧の技とんでもなく強いので、ぜひ使ってみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。